6月7日金曜日ニーズオペダンカーの倉持倫太郎ですよろしくお願いしますそしてアシスタントは川島のりこです、はい、本日のゲストは 1HR 共同代表の西村秀武さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして植関隆プロデューサーですよろしくお願いしますよろしくお願いします留学生の就職先を広げますでは今日のオペのニュース一つ目から倉持さんよろしくお願いします笑いもね 反社会的勢力と営業しちゃいけませんよね。まあいいや。うん、はい。えっ <laughs>、はい、と、一、はい、本目は、留学生。留学生ですね。今回の入管法の改正で、まあ、あの、結構特定技能一号、二号の話が。基本的に割と、照準が当てられてたんですけども。うん この留学生に対してもまあ新たな資格を付与するのかどうなのかというのは実は隠れ論点で、うんまあ、法務省も全然そこ集めてなくてですね、うん、3月、4月段階で私もこの辺調査してたんですけど、うん、まだ決まってません7月、8月ですとかっていう話で、うん、あのどうなるか分からなかったんですがあの西村さんは外国人材とのその、まあ、幸せに共同するセミナーなんかでお話をされているそうですが、うんはい、どんなお話をそういうところでは。えっとまあ 今回、サービス業も含めて外国人がこれからどんどん活用されますけども企業のスタンスとしてやっぱり彼らに信じて任せる、うん、そういうスタンスがです、ね、必要になってくるかなと思ってまして彼らが何かこう、制約説に立ってマネジメントするのではなくてもちろんガバナンスは制約説で立てるんですけども仕事は性善説に立って思いっきり彼らを信頼する。 そのために今日の特集でもお話ししようと思いますけど組織と個人がこうエンゲージメント高い状態で結びつけている関係性っていうのを築いていかなきゃいけないなというふうに思います、うん、結局なんかそのねあの移民なのか移民じゃないかみたいな話とかもあって、うん、でその危惧するのはよよよそういう人たちが入ってくるとコミュニティを作っちゃってねうん、うん、でその例えば学校とか子どもを行かせたとしてもこ言葉が分かんないとかねで孤立しちゃうと社会で孤立しちゃって。 でそのその人たちだけのコミュニティを作って、そこが治安の悪化を招くとかって言うんですけど、それこそ働き働く場がね充実していて彼らが尊重されれば、そこ自体が輝ける場になるわけ。だからそれは非常に重要な視点ですよね。上杉ピードスか。あ、P じゃないですよ。の編集主幹にすみませんプロデューサーって証言します。あ、間違えですね。失礼しました。出世しました。 上杉ヘですか。なんでそこで止めるんですか。それあの湯川玲子さんみたいなことやめてください。上杉ピってですね。湯川玲子さんが出演したときに私のあだ名としてつけて上杉ピーだったんですけど途中からピーになってましたね。ピーはさみたいになってましたね。いいですか本題って。このやっぱりニュース薄に結構何回かはやってますけど。そうですね。 で、まあ、これ本質は、何かというと、政府とか日本社会の、いわゆる考え方、意識が。完全にずれていると思うんですよ。で、何がずれているかというと、要するに、国際的な、今の現在ある日本の、状況。環境と言ってもいいんですけど。それと、このね、日本政府、あるいは日本人が持っている意識、このずれですよね。えー、具体的には、日本っていうのは、昨日、一昨日かな、堀江貴文さんもね、オペレート出てる。えー、ツイートしてましたけど、日本になんで。 三千万人もインバウンドが来るかでこれ政府が誇らしに言ってたじゃないですか。で素晴らしい国だからと。やはりあのとてもね、魅力的な国だからと言ってますよ。ええー、堀江さんも言ってたけど、全然違いますね。安い国だから。うん、う単純に。安いですよ。うん、そう。ここに来ると安い、食べ物安い、泊まるの安い、遊ぶの安い。えー、来るのも安い。日本は非常に安い国だと。こういう認識ないですよね。日本人の人。十五年前は。 え違いましたけどこの15年間特にこのえー、まあ、10年から5年間で一気にみんな海外旅行すれば分かると思いますよね,すね、うん、高いですかね、うん、ニューヨークとかで普通にそんねそんな全然グレード高くないとかでも4万、うん、5万っていかに日本がと思いますよねで,よね、うん、で日本人が高いと思うってことは逆に外国人からすると安いと、うん、で日本人の意識は中国の方とか、うんえー、タイの方とかベトナムの方、えー、貧しい国でしょっていまだにあるんですよあのこれ言ってみてください 日本がおそらく一番貧しいいと思いますもうこの技術の進み方からそれからねあのサービスもし方もそうですけど、まあ、そういうね意識の、えーまあ、簡単に言うと現実を直視しないとこういう働き方の人たちも皆さん来てるブルーカラーでホワイトカラーでってこんなカテゴリーじゃないんですよ。うん、もうそもそも日本に来ること自体が、えー、ずっとわざわざ日本に来てなんで安い給料なんだと自分の国でただ働いた方が最もおられるよと。うん いうこ特に西村さんどうですか留学生とかはある程度まあなんていうかねインテリジェンスを大学とかまで来れるってことはある程度のねそういうまあ資源が自分にあるわけじゃないですかそういう人っていうのはどんどん,なんか減ってっちゃうんじゃないかなとか思うんですけどその辺はどうですあこう 日本人の海外志向ももちろんなくなっていてどうしても日本本社席で採用すると、うん、日本本社のやり方で外国籍を、ね、いかに活用するかって視点になりますけどやっぱさっきあの上杉 P がおっしゃってた上杉が言ってたですねあのやっぱりお友達ですね。<laughs> <laughs> る <laughs> あの言う通りありどっちが優位とかじゃなくてやっぱり我々がこう、うん、活用させてもらうっていうスタンスで日本人のみならず外国籍のみならず本当一人の人間としていかにこう信じて任せてやる経営をするかっていうのがやっぱりこうスタンスとしてすごい重要になってきますよね。うん、あのマンパワーの補足の活用ではなくて重要なこう資源のリソースとしてですね、うん、そういうスタンスが大事ですよね。うん